今日は児童発達支援センターの子どもたちの色と形をお届けします。あ、ずって書いてくれてる。ずっとまず8歳の女の子 A ちゃんです。この女の子はチョークを水に溶かして遊ぶのが大好きです。3時間ぐらいこの遊びを繰り返しています。A ちゃんの最近のマイブームは、そう、スポンジに含ませた水で絵を描くこと。しずくちゃんがとっても好きなんですね。次は石膏のアロマを作りました。みんなお家の人にプレゼントするんだって。最後までご視聴ありがとうございました。